1940年12月、ルブリンのユダヤ人居住区1941年5月、ルブリンゲットを歩くドイツ兵たちルブリンゲットは、第二次世界大戦中に、ナチスドイツがポーランド総督不良の都市ルブリンに設置したゲットを。ドイツ軍によるポーランド侵攻後、1939年9月18日に、ドイツ軍はルブリンを占領した。 1940年1月25日に、ドイツ当局の命令により、ルブリンにユダヤ人評議会が創設された。ルブリンのユダヤ人人口は1941年まで増え続け、よそからの避難民6300人を含めて4万5000人ほどになった。しかし1941年3月から4月にかけて、 ルブリン知事セルナーは1万5千人ほどのユダヤ人を市内から追放した。1941年4月にルブリン市の旧市街北側のポドザムチェ地区にあったユダヤ人居住区が封鎖されてゲットーとなりルブリン市の他の区域で暮らしていたユダヤ人たちは次々とここへ移住させられた。ゲットーのユダヤ人人口は3万4千人になった。 ルブリンゲットは周囲を有志鉄線に囲まれていた。1942年3月16日、ルブリンゲットのユダヤ人評議会議長ベッカーに、ドイツ当局より、ゲットを住民移送命令が下った。3月17日から4月14日にかけて、ドイツ保安警察とユダヤ人評議会指揮下のゲット警察によって、ルブリンゲットのユダヤ人たちの移送が行われた。 これにより3万人の住民が移送されることとなった。うち1万5千人は、ベウジェツ絶滅収容所へ移送され、もう1万5千人は、マイラネク強制収容所とトラウニキ、強制労働収容所へと移送されている。この移送は、ルブリン区新衛隊及び警察指導者、オディログ・ロボクニクが、ラインハルト作戦の一環として行ったものであった。この移送によって、ルブリンゲットは、 小月頭となった。少数の技術者のユダヤ人だけがルブリンに残された。だが彼らも1943年5月には、マイラネク強制収容所送りとなり、月頭は完全に消滅した。ありがとうございます。